ということで今日は、プリンスホテル、はい、東京ベイ潮見にお邪魔しております。そして今から夕食でございます。夕食です、はい、もう好きなものを食べていいって言われたんで嬉しい。もうすっごいこんな夢のようなことある、ね、もういっぱいね美味しそうなカクテルとかねいっぱいあるんですよ。お酒飲む方も、うん、あのすごい絶対大丈夫、取れないありがとうございます。メニューもね、もう素晴らしいよ、ね、もう食べたいものいっぱいほとんど頼ませていただきました、はい、こんなことないもんね。そうね、はい、あ、そうか、メイン料理もあります、はい、もう誕生日お互い近いということでそう、ね、ちょっとね今日はじゃあ、そうだね、あのバースデーパーティーも兼ね、兼ねて、はいはい、ちょっと2人でお祝いしつつこのホテルを堪能したいと思います、はいはい、早速乾杯しましょうか。乾杯しよう、せっかくだから。そうだね、はい、じゃあ乾杯。おいしい、なんかあの酸味が優しい、おいしい、おいしい。やっぱなんかこう疲れた体にはクエン酸が効くね。もうすっかり疲れてそうだね、もう結構一日動き回って疲れた。あ、これありがとうございます。これが美味しそう、ありがとうございます。ほら見えるかな、見える。これがキウイとモッツァレラのサラダ。写真も撮りたいな。はい、いただきましょうか、はい、今日は大人のね女子会って言いたくない、なんていうのなんていうの、なんていうんだろうね。いただきます、いただきます。場所はセレブだけど、あ、すいません。場所もね、その料理ももう本当にあのセックスアンドシティみたいに例えが古いって言われましたが、でもやっぱほらブルックリンだから、そうね、ニューヨークってことでいただきます。食べたかった。もういい、このまま取っていいよ。小声で喋ってる意味なかった。パシャパシャ話しちゃった。いや誰でしょう。ちょっとやめて、見てても大丈夫、周りに聞こえてない。そうなの、うん、おいしい、うん、キウイおいしい。クリームチーズだっけ、モッツァレラよ。あ、モッツァレラ、うん、おいしいよ、めちゃめちゃおいしい。これさ、これキウイだよ、キウイめっちゃ、うん、もうすぐでしょ、うん、これだから中華いけるんじゃない、若盛れ若盛れはいけるね、若盛れいけそうだよね、あっちゃんもやったもんね、パスタちょっとね、うん、うん、キウイはすっごい甘い、うん、ね、その甘さとモッツァレラがすごいぴったり、すごい美味しそう。セミのガーリックシュリンプ見える、美味しそうだよ。辛いのかな、どうでしょうね、うん、私の辛さ信用されないから、そう、みっちゃんね辛くないって言って私はもう信用しないことにします。辛くないよ、辛くない、うん、でもなんか柔らかいね、すごい柔らかいの、ね、
すごい柔らかい。本当だ。エビってさ、硬くなるんだ。食べるとき。いただきます。なんかさ、ちょうどいいかも。あの、しょっぱくもなく、そんな辛くもなく、エビの旨味と、うみやみついた。ソースがすごくいい感じで絡んでる。これなんだろうね。フランボワーズガーリックシュリンプ。だからか、ちょっとフルーティーな感じするなと思ったの。甘さがちょっとあるよね。美味しい。食べてみて。この黄色いの美味しいから、すごい。美味しいでしょ。お酒欲しいね。チーズ美味しい。お酒欲しいね。はい、ありがとうございます。赤盛り美味しそう。リンゴとアボカドの赤盛り。リンゴとアボカドもすごい組み合わせだよね。そうだね。あんまりなくない？シャキシャキ感と、なんか食感も楽しめそうな感じだけど。ちょっといただきます。まゆみさんがね、本当すごい食べたかったんだよね。そう。みっちゃんがね、トマト我慢するというか、ね、それはさせられないと思ったね。我慢はさせられないと思った。なんでそしたらもう私が我慢しようと思った。チーズ頼んどるわ。もうね、あのカプレーゼはあさみさんのね、熱望だったから、爽やかな赤盛り。なんかリンゴとアボカドがいったりいったりして、すごく口の中でいろんなパーティーが行われて、爽やかで美味しい。これ何なの？トマトだよね。トマトだよね、やっぱり。なんか酸味があるなと思ったら、このトマトなんだね。美味しい。あ、リンゴももうね、できちゃった。わー、すごい。大丈夫ね。わー。あらららら、これ。すごい。すごい。で、下は何になってるの？わらで。だからちょっとイブス。あ、すごい。いい香り。なんかすごい急にキャンプ感。こんな素敵なところで急にキャンプ感。そうね、さっきまでスモークされてたから。大丈夫見えます感じ。嬉しい。じゃあお肉いただきます。いただきましょうか。食べたい。マスタードいいね。本当だね。いただきます。美味しい。もう美味しい。口に入れた瞬間美味しかった。柔らかい。わかる。口に入れた瞬間美味しい。すっごい柔らかいね。こんな美味しいお肉、本当に。はい。いいタイミングでお酒が来たよ。お肉結構ガッツリ。量がすごいガッツリだね。
美味しそうだね。あーうまい。お肉に合う。ね、これスモーク、本当にスモーク感すごい。すごいよね。うん、口の中がキャンプ場になるもん。褒め言葉。褒め言葉、めちゃくちゃ褒め言葉。聞きました今。口のスモーク感がすごくて、口の中がキャンプ場だって。すごいキャンプ場の。わからないですよ。いやー、おいしそう。ほんとおいしい。これ食べてほしい、皆さんにも。おいしい。うん。おいしい。幸せだね。うん、トマトのタイプ、あ、全然大丈夫です。はい。あ、そういう感じなんだね。ありがとうございます。トマトの天ぷら。こういう感じなんだね。なんか下にいますね。なんかソースかな？うん、甘い系は。うん、当ててみて。さっき言ったよ。チョコレート？違うよ。メニュー見てるときに言ってた。え？あ、ナス。そう。ナス。アハ体験。ほんの数十分前。よかったね。そう。めっちゃ美味しかった。あれ衝撃？ちょっとナスしない、ナス行かないと、ナスやトマト。甘いよ、トマトすっごい甘くて。え、ほんと？わー、トマトってほんと無限大だね。じゃあちょっと私も行こうかな。うん、お肉から離れられない。美味しくて皮があるからね、うん、あ、でもパリッとしてる。あ、すごいパリッとしてるよ。皮がパリパリ。天ぷらの衣も美味しい。天ぷら感もある。すっごい天ぷら、ね、うん、めちゃくちゃ香ばしいんだけど、でもやっぱり天ぷらにすると一気に揚げるから熱がギュッて入るじゃない、うん、そうするとさそうするとさ甘みがギュッて、そうね、濃縮されるんだね。すごいよ。今なんか喋ってる自分がおかしくなってきちゃう。お酒じゃないですよ。お酒じゃない。これ何個でも食べれちゃう、トマト。いや、ほんとそうよ、うん、確かに、うん、トマトもほんとに美味しい。美味しいね、ほんとに。あの、なんかようやくちょっとお腹膨らんできたかなって感じ。そうだね、うん、でもちょうどいいかもね、うんうん、デザート行ってね。そうだって今日は誕生日祝いも兼ねてるから。そうそうそう、うん、デザートも行かなきゃ。うん、やりましょう。はいはい、すごいね、美味しそう。細そうだね、すごい細そう。あ、わー、美味しそう。ありがとうございます。すごいよ、テリーヌ。テリーヌすごいね、しっとり感がすごい。ほら、見ます？すごいね、本当だ。かわいいね、パンナコッタ。かわいい、美味しそうだし、しかも見せて、ほら、抑えようだよね。危ない、衝撃。 あ、こんばんは。いえいえ、こちらこそ。本当にどれも美味しかったです。はい、シェフ、よかったらちょっとぜひ映っていただいても大丈夫ですか？しかも顔がシェフ、シェフです。すっごい美味しいですね。すっごい美味しくて、お肉が、お肉が本当に美味しかった。お肉が赤身で、いや、本当に柔らかかったです。すごい美味しかったです。もうなんか
食べた瞬間にもう口の中が本当にキャンプ場みたいになって、はい、なんかスモーク感が、はい、はい、美味しかったですね。あ、シュリンプすごい、あのソースがすごい珍しいですよね。そうですね、うん、まあ、基本としてはやっぱフランス料理のやっぱテクニックと、僕はずっとフランスにいたので。あ、そうなんですか。僕はずっともうミシュランのお好きなんで。そりゃそうよ、そりゃ美味しい、そりゃこんだけ美味しいのね、出てくる。アルタスの方にいまして。そうなんですね。コーナーそんな影響ね。そうなんです。僕はもともと2人で先輩の方だったんですけど、僕が全然動いててそれがちょっとダメが。そうなんですね。いやでもおかげでこんなに美味しいご飯食べられたんで、主婦のご飯食べれたら嬉しいです。すいません、中腰で大変。すごい美味しかったです。野村シェフです。僕は皆さん食べに来てください。ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。パジャマ。じゃじゃーん。着替えました。着替えました。に。これ前が結構ここまでボタンが来てるんですよ。だからこうね、ここガバガバしてなくて、そうなんです、すごく着心地がいいです。しかも苦しくない。そうだね、うん、意外と気になるよね、うん、なんか飽きすぎちゃうのも気になるし、そう、詰まるのも嫌だし、はい、そう、これで浴場まで行っていいんですよ、はい、これお風呂までね、そう、このなんかワイドパンツもすごいゆったりしてて、ね、ね、ちょっと 見えないですけど遠巻きになれば見える、うん、ね、私もさっきなんかこれ着てたらちょっともうマッサージの方みたいな、お店の人みたいだったけどね。でね、これ嬉しい。そうなの、ちゃんと専用のカバンがあって、お風呂に行く用のバッグですよね、きっと。そうだね、うん、だからいちいち持ってこなくていいんですよ。別で用意しなくていいんです、うん、だからこれを持って、これはね嬉しいサービス、大浴場に行けます、うん、素晴らしい。でも確かに気持ちいい、すごく。これね、ワッフルのタオル、これ販売してるんですよ。あ、そう、ね、気に入った方を買えます。そう、はい、下で1階でこだわって作られたそうだそうです、うん、ね、はい、ということで行こうか。お風呂行ってきます。行きます。で、行こう。よしよしよし。おはようございます。おはようございます。もう準備万端です。朝になりました。はい、はい、朝食もいただいてきました。もうすごい美味しかったです。すごい美味しかったね、うん、あの目の前でオムレツ作ってくれたりするんですけど、トリュフソースですよね。美味しかったですね。さあ、もうそろそろチェックアウトの時間なので、はい、でもチェックアウトも11時だから、ちょっとね、そう、ゆっくりできます。朝はすごくありがたいです、ね、はい、はい、6時から朝食食べれるみたいですよ。はい、6時半だったかな。6時半か。ということで私たちもこれから、はい、どこ行くんだっけ。どこ行くんでしょう。エクスピアリー。近いからね、ここから舞浜3駅ですから。そうですよ、すぐですから。そう、うん、ちょっとディズニーの雰囲気だけ、そう、雰囲気だけ味わって帰りましょう、うん、味わって帰りたいと思います。はい、じゃあ準備もできたので行きましょう、はい、うん、行きましょう、時間がない。行こう。駆け出して飛び立つぶら下がり